発。俺は俺の拳を信じる。あんたらにとってこの森は思い出の場所らしいな。ああ、聞いたのか。ねえねえ、どんな思い出よ。甘いの？ピュアなの？素敵なの？優香っての。話せば長いし、複雑だしな。あの時は、優奈も俺も、結構切羽詰まってたんだ。信じていたことが、嘘だと分かって。どうしたらいいか、分からなかったな。それでも大事な思い出なんだろ？顔にそう書いてある。さっき優奈が言ってたよ。思い出は未来を歩くための力になるって。思い出を力に。そうっすね。あの時に比べたら今の方がまだマシかもな。昔に比べたら今の方がまだマシ。思い出が希望になるってそういうこと？どこが希望だ。ただの比較だ。そんなので力が戻るなら、あいつも苦労しないだろう。